今日なんかいい感じ。今日の自分好き。いつもは嫌い。いつもよりかまし。でももうちょっと好きになれるように頑張る。今日何もう何だろうね。何がいいんだろう。前髪？メイク？メイク？メイク別に違うことあるかな。なんかいつもと一緒にしたけどなんか違うよね。なんか違う。なんだ。何が違うんだ。あ、今はあとコンタクトをすぐ使えるようにあの2個で切ってます。そう、コンタクトの引き出しも空っぽだったからちょっと今急に始めました。すいません。急にめっちゃピキ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 って。こんばんは。私のコンタクト。何これ。ポップコーンか。ポップコーン。カイトさんかわいい。お疲れ。愛してる。スーさん、ミロさん、キズナさん、ハート。ゼータンさんかわいい。ジャストミートさん、トシキさん、カイトさん、シンさん、ゴールドさん、ポップコーン、イズちゃん、ハート。スーさん、だるまありがとう。こんばんは。内職中。確かに内職みたいになってる。コンタクトを分別タイムでした。明日が後で入れないといけない。キャリーバッグに。明日から東京だから数日っていうかあれだけど、だからちょっとコンタクトをねキャリーバッグに入れないと。なのでコンタクトをちぎりました。こんばんは。今日は特に綺麗だと思う。なんでなんだろう。何が違うんだろうね。何かが違うよね。いつもこっちは好きやな。嬉しい。伝わってるよ。強。毎日好きになれるようにすると頑張るのよ。自分がね、自分がまずちゃんとしないとね、好きになれないから自分のこと。こんばんは。ね、なんか大人っぽい感じがする。何が違うんやろ。可愛い？嘘、本当？絆さんハートありがとう。アイラインはね、そう長めなんですよ。私目がね、どっちかっていうと中心に寄っているから、外に伸ばしたいから、目ジリーのあのメイク濃いめ。こんばんは。前髪、確かに前髪ちょっとね伸びちゃったんだよね。明日切りたいけど切れるかな、時間あるかな。こんばんは。真空券さん、ポップコーン。何これ。カイトさん、熊の風船。スサヌルマ、アスパラさん、かわいい、ありがとう。 8.5 キロ歩いてからの、うわ、腕ワン、何これ、ワン筋トレ。腕筋トレすごいんだけど。カメコに向けて空のことも撮ってね、よろしくだよ。私も今日は何万歩やばい、12000歩いてました。今日はアウトレット行ってきたから。つくねたんさん、ハート。真空券さん、だるま。ようさん、くまの風船。ひとちさん、ごうさん、ポップコーン。こげつねさん、ハート。たむたむさん、かわいい、メリーゴーランド。ようさん、ハートありがとう。こんばんは。たむたむさん、ポップコーンありがとう。真空検査、ポップコーンありがとう。明日行けそう。そう、明日はね STU48 ショーケースライブなんですけれども、STU48 ショーケースライブファーストからフィフスなんですけれどもね、私個人的には初日となりましてですね、さこちゃんとりおつんと私と、さこちゃん、りおつん、さっちー、私が
初日になって、千代さん、あかりんさん、くるくるが4日から継続でなります。ジェフさん、ハート、ダムダムさん、クマのお風さん、ありがとう。大人っぽい髪を下ろしてたり、目元のメイクの感じが少し違う。本当めっちゃ見てくれとるってこと。普段タムタムさん、何これ、ポップコーン、クマのポップコーン、イハクさん、ポップコーン、スサ、ハートありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。ヨウスケさん、クマの風船、タカさん、お疲れありがとう。そう、明日参戦します。お、よろしくお願いします。スサ、ナルマありがとう。ドキドキです。なんかね、ちょっとね、めっちゃ不安なんよ。なんでかっていうと、めちゃくちゃレッスンがあったわけじゃないよね。でも投資を1回しかしてないので、明日ねやるんだけど、明日もリハーサルでやるんだけど、めちゃくちゃに不安。なんか7人バージョンってね、普段こうしないからこそ不安だし、めっちゃドキドキなんよ。一応ね、ちゃんと投資やってできたんだけど、めっちゃ不安。なんかドキドキなんよ。多分緊張なんで、なんて言うんだろう、初日っていうのが久しぶりだから、ちょっと緊張してる。不安よりも緊張かな。初日ってあんまりないじゃないですか、たくさんはあるわけじゃないから。ちょっと久しぶりのなんか初日って感じで、もうやばい、緊張、楽しみと不安。なんか不安っていうより緊張なんだけど、楽しみは70% ぐらいで、緊張が 30% ぐらいなんだけど、なんか緊張です。歌と か, なんか裏声にならないか、めっちゃ不安めちゃくちゃ不安。ね、4日の公演行ってる方はね、わかると思うんだけど、こう普段や初めて披露する曲があるんですよ。それの歌詞とかがちょっと不安。もう今日ずっとね聴いとったんやけど、ドキドキです。でも楽しみ、自分の衣装が着れるのが楽しみ。プラスやっぱ普段しない7人バージョンで、プラスこう普段やらない楽曲もできたりとかもするので、ワクワクしてる。そう、明日はねみんな待ってる。ハッシュタグ空通信とかで、着席の方は、座席の方、座席、スタンディングじゃない方はちょっと空通信で教えてくださると嬉しいです。そう、あの衣装、そう、まだね、まだっていうか今後空葉の衣装誰が着るのか分かんないんだけど、そう、他の今まで、昨日か7人の衣装が出たと思うんですけど、その衣装の誰も着てない形だから、めっちゃ楽しみだよ。なんか初日、あれに初日とかあるのか分かんないんだけど、進行は何て言うんだろう、難しいからあれなんだけど、そう、初日昨日ね出れなかったのは悔しいけど、でも違うイベントがあったしね、そっちもめちゃ楽しかったからあれなんだけど、そう、最高のパフォーマンスをお届けできるよう頑張ります。配信がないから悔しい。タカさん、天然うなぎさん、ポップコーンありがとう。タカさん、ラブレターありがとう。楽しむ、楽しんだもん勝ちよね。そう、めっちゃ写真撮るね。もう早く早くメイク終わらせて、うん、写真すぐ撮ろう。まちゃん、クマのポップコーンありがとう。配信型ポンクツさん、入ってありがとう。衣装の写真でもですね、なんとですね、天然柳さん、メリーゴーランドありがとう。明日ですね、
公演が終わった後ちょっと別のお仕事があって、頑張って公演が終わった後もう急いで SNS するんですけど、公演終わったらすぐ別現場でお仕事があるんですよ。で夜配信も多分できるとは思うんですけど、30分とか20分とかになっちゃうのだからね、すごいバタバタにはなってしまうんですけど、明日は頑張るで。ララバイさんポップコーン、最新型ポンコツさん、クマのポップコーンありがとう。そう、エイさん、クマの風船、スカイホエールさん、ポップコーンありがとう。今日もとても可愛い、嬉しい。ヘッダーも推しメンも私いた。エイさん、ポップコーン、カマちゃん、キノコありがとう。そう、明日夜遅くまであるんですよ、お仕事。数人だけなんだけど、そう、選んでいただいたから頑張るぞ。明日またでもいいお知らせができる系のお仕事でした。こんばんは。でですね、今日はぼっちアウトレットに行ってきました。ビリちゃんポップコーンたくさん、クマの風船ありがとう。いつもは、最近はパセと行ってたりとか、昔は iPhone と映画見に行ったり、舞ちゃんと買い物行ったり、コッコさんと行ったり、パパ家族で行ったりとかしてたんだけど、初めて一人で、初めてかな、2回目か3回目ぐらいかな、わかんないけど、アウトレットに行ってきました。片川さん、ニッシーさん、ポップコーンありがとう。で、冬服を買ってきました。冬服を買ったよー。もうね、一通り全部私が好きなブランドは全部入って、めちゃくちゃ迷って、そう、迷い迷いに選んだよ。そう、一人でだからね、でも寂しかったよ、寂しい方が強かった。ゆっくり買い物はできたけどね、これ似合うとか、なんかそういうのできないからちょっと寂しかったけど、昨日楽しかったね。ありがとう、びっくりした、来てくれてて。踊ってたでしょ、イメージから。嬉しかったよ、ありがとう。まずがこちら、じゃーん、私が一番大好きなスポーツブランド、ナイキ。いろんなスポーツブランドがあるんですけど、私はナイキが好きで、なんかもともとそんなにどれもそんな全部一緒って感じだったんですけど、お兄ちゃんが誕生日プレゼントで2年連続ナイキのスニーカーをくれたんですよ。それきっかけでナイキを見るようになって、デザインめちゃくちゃ可愛いじゃんと思って好きになったんですけれども、靴じゃないんですよ。最近ね、アウトレットのさ、一番奥にさ、なんかセンチ、足のサイズ別でさあるじゃないですか。あそこ25センチなんだけど、私の足のサイズなんかいいやつがなくてね。でプラス、その他にも見てもこれというものがなくて、でも私はもう最近ちょっとね、靴変えてなくて悔しいんだけど、今回はなんとスウェットを買ってきました。 GHP さん、ポップコーン、クマのありがとう。トレーナー、そらは本当トレーナーいっぱい買いたいんだけどさ、なんかさ、ファンの方はさ、どっちかって言ったら可愛い服みたいな、カジュアルな服よりも可愛いっていう服が好きだから買うかもすごい迷ったんだけど、前アウトレットでお買い物をした時に可愛いなと思ってたの。でも定価だったから買わなかったのね。でも今日行ったら2000円オフになってたの。
アウトレット価格びっくり。これさ、シールの上からシールやんか、ちょっとねうっすらみたいに見えるのね。だからお2000円安くなってるじゃんと思って買いました。こんばんは。ノースリーブはねレッスンの時にしかね着ないかな。レッスンの時にしか。これ一番元の価格って分かんないのか。私こういうの本当にねダメなんだけど見ちゃうんだよね。あ、書いてなかった。一人アウトレット寂しかった。しかもなんかね、あの毎年恒例のイルミネーションみたいなのしてたの、もうピカピカ光ってた、ピカピカに光ってた。悔しい。めっちゃ今日カップルおったで。なんかなんでやねんってなった。なんでやねん、クリスマスかいっていうぐらいカップルがいました。ねアイボリー、ベースがアイボリーと緑とグレーと紺色の4パターンあったんですけど、みんな私は何色を買ったと思いますか。アイボリーじゃないかな、白なんかな。白、緑、グレー、紺。さあどれを買ったでしょう。大脳ヨックさん、何だっけ、ポップコーン、ありがとう。スウェット可愛くて買っちまったぜ。ちょっとねショート丈スウェットなんだよね。お、緑多いね。あ、グレー多い。え、緑多い。タカさん、クマのポップコーンありがとう。紺と白あんまりおらへん。正解はじゃーん、グレーでーす見て、めっちゃ可愛い。しかもこう縦に長いんじゃないんですよこれ、わかる。ちょっとねショート丈なんよ。ショート丈わかるかな。若干ショート丈なんですよ。若干ね、なんかいやわかんなんって感じなんですけど、若干ショート丈で、なんかね私って大体スウェットとかあのダボって使いたくて、縦にダボって伝えたくて、だから、ま、L とか買うんだけど、これはもう長さは短い方が可愛いけど、 S でもちょいなんかなんていうの、短いけど短すぎないって感じであれやったんやけど、なんかねここが白やったらここオレンジとか、なんかな、ここの色もね全部違かった。私はグレーで、これは紺色の文字に赤色で、そう、これは横幅が大きいって感じです。横幅が大きめで縦は若干短いって感じなんだけど、 M サイズにしました。私はちょっと萌え袖になります。可愛くない？え、めっちゃ可愛くない？これにさグレーのミニスカートとか、まあね、黒のデニムパンツでも可愛いしね、めちゃくちゃ何でも合いそうと思って。移動とかさ、私レッスン始まる前のストレッチの時は寒いから長袖着てるんですよ。でも踊り出したら暑くなるから、下に着てるノースリーブになるんやけど、そうだからレッスン場行く時とかにちょっと使っちゃおっかな、まあ、シンプルプライベートでも。可愛くない？これは7999円が5999円になってました。安かった。ウィメンズって書いてます。だから男性の方も女性の方もいけるやつ。そう、めちゃくちゃ可愛いでしょ。ちなみに私が悩んだ色は
紺色かグレーで悩みました。紺かグレー、そう合わせやすいしさ可愛いし、しかもこれちょっと裏肝気質みたいな、しかもなんかな生地がなんかもうなんか柔らかいこなんかなんていうのもちもちみたいな、弱もちもちって感じでめちゃくちゃ可愛くてもう早く着たいって感じです。ポニーテールとかしたら可愛っこいいんじゃない、可愛いです。去年もねナイキでね白にオレンジ文字のナイキのスウェット買ったんよ。それも可愛くて今年もいっぱい着るぞって、なんかそれはもちもちっていうよりカサカサっていうかなんかねガシガシって感じなんやけど、めちゃくちゃ生地感良くて風通しませんって感じで好きなんやけど、今年もナイキのスウェットゲットしました。かわいい。きっと全国のアウトレットに合うんちゃうかな、わからへんけど似合う、嬉しい。そう お得、もうお得大好き。そしてこちらラストがこちらなんですけれども2着入ってます。なんかマークリーデュオデュオムルアダズリンエモダジェイダうんうんみたいな、なんかねこのいろんなブランドが入っているお店でお洋服を2着買いました。もう1個はね人気やからか分かんないんですけど現品しかなくて現品になったんですけど、福袋とかじゃなくて1個のお店にコーナー分かれしてるみたいな感じ。ゆうちゃんありがとう、きのこブラピーさん結婚してありがとう。でまず1着目、2着しかないんやけど1着目はエモダ、エモダっていうね服のブランドねないんですよアウトレットにしか。あそうそう系列店が集まってる感じ、そうそうそう。なんか昔はエモダ市内にあったらしいんですけどなくなっちゃって、そうアウトレットにしかないんですけど、じゃーん、こちらアイボリーのニットワンピースを買いました。結構なミニでした、合わせたらなんか長そうに見えるんやけど全然多分着たら膝上15センチぐらいになります。でなんとここが開くんですよ、だからちょっと大人っぽく大人可愛くしたい時こうやって開けたら大人っぽくなりますっていうの可愛いない、めっちゃ可愛いないこれ、絶対に可愛いやんって感じで、なんかさ両方開けるのもいいけど、まあ、こうやってねチャックならではって感じで右は閉めて左は開けるとかでも可愛いと思って、これはグレーとアイボリーやったんですけどスウェットを買ったあとやったからグレーダブルグレーなんかグレーの服もなんか最近欲しいと思ってめちゃくちゃ買っちゃってるからグレーすぎるなと思って、なんかグレーやったらもう大人、まあ可愛くも着れると思うけど大人感強くなるから、アイボリーやったらまあ、シュシュとかリボンとかねパールとかつけたら可愛くなるけど髪下ろして巻いてみたいな耳かけとかなんか合わせるものによっては大人っぽくもできるしと思ってアイボリーにしました。そうちょっとピチッ若干ピチッとしてる、アリンコさんハートありがとう、そうセクシーキングさんハートありがとう、絶対似合う嬉しい、エランチさん結婚してありがとう。これはねめちゃ安いんよ、これ8690円の 50% 平均4345円でした。そうかわいいでしょう、着てるのも見たい、いつか着てる写真撮るねカズさん結婚してありがとう、エモだってねお高めなブランドなんですよ、いい。しかもねもうニットがもちもちなんよ、これもほんまに好き。トモさんポップコーン、マオさんハート、キングさんハートありがとう、いつか着るね。
これ本当でもさ 両方開けてさ肩出したらちょっとイルミネーションとかよくない？いやでも寒いか肩出しは。ゆうちゃんありがとう、ポップコーン。ほらでさこれでさなんかさお団子とかさしたりとかさしたら可愛くね。パールのアクセサリーとかつけたら可愛くない？ちょっとほらこれここ膝げんちょっとギリギリかもしれへん来たらこんな全然想像できひんって感じすぎるんやけど結構短めですね。可愛いです。とてもとても可愛い。寒くなったらこうやって閉めればいいし、しかもなチャックデザイン可愛いし閉めてても十分可愛い。ゼータンさん花束ありがとう。ほらこれでも可愛い。開けてるとかより可愛いけど、これはもう買うぞって、もう初め入った瞬間買うぞって決めたやつ。それもなんかぷっくりしててめちゃくちゃ可愛い。これはもう即買いです。でなんかねもともとそのもう一個紹介するやつも買おうと思ってたんやけど2点買ったらさらに 10% オフでめちゃくちゃ安くなったんですよ。めちゃくちゃっていうか安くなったんやけど、次はアウターです。アウターキングさんハート、女の特許さんポップコーンありがとう。みんなミニ丈とか肩出しとか絶対好きやんねって思って買ったでもそれはほんまにそういうナイキのスウェットみたいなカジュアル系も今年はそう着ていきたいなって、あの好きやから着たいと思ってるけど、そういうなんかね大人っぽかったりとか可愛かったりするお洋服も着て挑戦していきたいって思ってるから、そういろんな系統チャレンジしたい。イルミネーションコーデ今日のラテ確かに今日のラテできそう。師匠に弟子入りしなあかん。こんばんは D作さんポップコーンありがとう。でラストがですね、あの私もう一着しか持ってなんかファンの方からプレゼントでねワンピースダズリンっていうブランドのワンピースをいただいて、ダズリンは自分からしたらめちゃくちゃお高いイメージなんですよ。とってもね、ジュヨーさんポップコーン、ジェリーさんキングスハートありがとう。でねこう私がずっとねあの広島に多分ダズリンないのかな、ズタンで見とったんやけど、なんか可愛いアウターがあって、でも安くなってるけどなんかやっぱ実物見ないとちょっとお値段が高いからなかなか買えなかったんよ。でも今日行ったらまさかのあって、プラスネットで見たら 15% オフなのに今日店舗で見たら 20% オフだったので、プラスねレジ行って後から知ったけど、その2点買ったら 10% オフだったからより値安くで買えたので、なんかいろんな色があったんやけど、ちょっとかわいいかわいい人コーデにしたいなと思って白を買いました。じゃーん、見てください、これはもうモコモコのアウターです。見てめちゃくちゃ、あ、わかんない、これね生で見たらわかる、あ、わかるかな、ちょっとキラキララメが入ってるの。これはもう絶対みんな好き、これ可愛いって言って私が買った中で一番高いお洋服これね、なんか定価は 14,300円なんだけど、そっから 20% オフなので、2点で 10% オフだったから分かんない、1万円ちょっとぐらいのなんだけど、可愛くない、これ可愛くない、可愛いよね私が買った服の中で一番高いと思う。可愛いよね、猛烈に可愛い。かわちゃんわかる、高さんメリーゴーランド、かわちゃん可愛い、ありがとう。
そうもっこもこのもっこもこなの。これもうずっとゾゾタウンで見てたの。もうねもうずっとゾゾで見てて、ピンクじゃ薄ピンク薄紫アイボリー白グレーがあったんだけど、グレーはもう売り切れてたので、グレーか白だなって思ってたから、白見つけた瞬間も買うぞって思ったんだけど、これはもうポッケもあるし、ここにここもここは嘘ポッケ、あ本物ポッケ、あ嘘ポッケでした。もうねモコモコなのよ。でここにねこういう感じでゴールドのやつがついてて、長さはこれに多分ミニのショートパンツ、ショートパンツとか履いたら、でショートパンツ履いてこれ着て、あのロングブーツ履いたらもうええ女のコーデみたいなになるんですよ。だからもうそれ想像したらもう買いたくて、やっぱ自分の中ではそんな高いなって思ったけど、でも可愛いし、ネットで買うより実物見て良いって思ったし、あのアウトレットで買った方が安かったからもう買っちゃいました。めっちゃうわーってめっちゃうわどうしようって思うんだけど、そう買いました。だからいっぱい着ます。白のコート汚さないように気をつける、気をつける、気をつける。田舎のおじさん、ポップコーン鈴木さん、だるまありがとう。お父さん熊のポップコーン、凛太郎さんポップコーンありがとう。そう絶対に可愛いの。確かに今羽織っても、いやちゃんとあの顔もっと髪の毛とか可愛くした時に羽織る。まだ見せない。ユンジーさんにありがとう。そうだからまた写真撮ったらインスタグラムのあのなんだっけ、あのハイライトにね全身コーデの写真とか入れてるんだけど、そのところに入ると思う。そう可愛い系に挑戦してみたいと思って、可愛い綺麗めもっこもこ、なんかもうなんかと何も飛んでないけど、なんか抜けそうなぐらい、抜けないけど抜けそうなぐらいすごい。オリックさん、持ち田さん、ハート、かまちゃん、プップコーンありがとう。で以上となるんですけど、2万円ぐらい今日使っちゃってうーんってなるけど、でもでもでもいけたいけた。自分なんかアウトレット本当はね、なんかギャップのねなんかモコモコのスウェットが TikTok でバズってて可愛いと思ってそれを目当てで行ったんだけど、あったんだけどなんか体型がたい、私もともと肩幅広めなんだけど、もっとがたいごつく見えそうになって、ちょっとキャッキャシャになりたいと思って、そう今回断念したんだけど、でもとても素敵なアウターとねスウェットとニットワンピースがゲットできて今日行けてよかったです。めちゃくちゃ全部可愛い、早く使いたい、早く使いたすぎる、そして早くみんなにお披露目したい。マジで可愛い、これ全部可愛い。もうスウェットも洗っても着たいもん。久しぶりにアウトレット、久しぶりじゃないか、なんか いつか行ったけど、でもなんか一人で行って行ったのは久しぶりでした。楽しかった、めちゃくちゃ。スウェットはね2000円引きで、アウターは 20% ちょっと引きで、ニットワンピースは半額で、お得に買えてよかったです。最高、いい買い物でになりました。お仕事頑張って、かまちゃんじいじいいね、ありがとう。そうまた来たらね、あの投稿するね。最高最高。ドゥームズデイをちょっとさせて、ドゥームズデイ
みんなドゥームズデイフォーム入力してくれましたか？フォーム入力してないとね、私の同盟に申請しても加入はできないので、フォーム入力だったり申請してるのに全然入れないよって方はちょっとお問い合わせをしたりしてみてください。多分ね、前回の STU のイベントやってた方はちょっと問い合わせたりとかしてしないといけないんだけど、お力を貸していただきたいですね。こんばんは。マジでね、ちょっとねピンチですね。でも楽しくできたらなって思ってるのであれなんだけど、ドゥームズデイフォーム入力は STU48 とドゥームズデイのコラボイベントのホームページがあるんですけど、そこにあります。全員分ある。マウナさん、ポップコーンありがとうね。ポチポチ頑張ろうね。やっぱね、たくさんでお仕事もあったりで大変だと思うんですけど、そんな中ねしてくれてありがとう。こなかちゃん、ポップコーンありがとう。みんながすごすぎるからもっと空も頑張る。あとですね、今日は可愛いだけじゃダメですかっていう、なんだっけ、音源を使ってリール動画を投稿したので、ぜひいいねとコメント待ってます。ちょっとね、コメントだったりいいねが多いとまた投稿しようってなるし、食べる時の動画撮ろうってなるので、よろしくお願いします。まだフォローしてない方はフォローも待っている。そう、コメント見てるよちゃんと。私リール動画ぶっ飛ぶ可愛さでしたよかった。ぶっ飛ぶ可愛さに見えたのならばよかった。なんだっけ、セーブとかもしてくださると嬉しいです。拡散とかインスタストーリーも全身載せたので、ぜひぜひよろしい。なんかね、これなんだったっけ、インスタストーリーにね、昨日のさ、コーデを投稿したたらめちゃくちゃ好評で嬉しい。これね、足が細長く見えるのは魔法の鏡なんですけど、これね、鏡が直角に立ってるんじゃなくてこういう感じでなんか斜めになってたんですよ。足が長く見える系の鏡で斜めになってたの。だから足長く見えてるし細く見えてるんだけど、嘘ですから嘘です、これ詐欺です、詐欺。
詐欺。コキーさんハートありがとう。ちょうど明日は私は東京だ。え、そうコメントしてくれて嬉しい。そうコメント見てるよ私。もうみんなのコメントいいねしたいぐらい嬉しい。とてもみんなが可愛いって言ってくれて嬉しい。可愛いだってやろうかなと思ったの。ああ私はどっちにしてもどっちに進んでも頑張れって言うよ。どっちにしても好きな先輩とかだもんね。会いに来てほしい気持ちもあるけど、でも選んだ道を空は応援するよ。リール動画、嬉しい、ありがとう。リール動画いいねとコメントと拡散お願いします。キングさんハート、クギツネさんきのこありがとう。ハートありがとう。明日は明日ね、めっちゃ早いわけじゃないからなんだけど、配信が終わったら荷造りをして、荷造りをする、あとちょっとだけ荷造りを頑張って、お風呂入る。ハートありがとう。眠たい。ガンプさんポップコーンありがとう。それこだね、島根県でお土産買ったじゃーん。私ね普段からルルルンのパックねずっと使ってるんだけどね、これルルルンのね、もうね30枚入りとかのやつも使ってるぐらい愛用者なんですけども、島根県限定の出雲生まれボタンの香り島根産縁結びボタンエキス配合、縁結びボタン保湿成分ボタン樹皮エキス7枚入りかける5袋で、まあ、遠征とかの時に使おうかなと思ったし、このねルルルンってねもう全国各地限定なんですよ。多分北海道とか行ったら、あ北海道なんかあった気がする。えなんかねその土地の有名なものとコラボしてるんだけど、瀬戸内だったらレモンとか、私ねもう京都行った時に抹茶かなコラボしたりとか、本当に全国各地のその有名な何かとコラボしてるんですけど、ね、私はこのパック私大好き、毎日使ってるからちょっと買っちゃいました。私こういうのね、限定もの、これ島根県でしか買えないんですけど、そういう限定もの弱すぎるので後悔しないように買いました。あとね島根県のね海に行ったんですよ。海に行ったらまさかの海に行って海を楽しんでたんですよ。なんか砂浜になんか好きとか書いて、なんかいい可愛い彼女風の動画をねファンクラブ用に撮ろうと思ったんです。で書いてたらなんとなんと波を確実に忘れてて、気づいたらバッシャーンって右足だけもうもろで使ってて、使った瞬間気づいて
あのもう全然波の存在忘れてたのね。でもなんか右足がもうべちょべちょになっちゃって、でもうこれじゃ歩けないと思ってお土産屋さんでね、あの島根県限定の靴下買ったので、それを履いたんだけどね、ウェッティとかいろいろ洗ったりとかしてたんだけど、でそこでね私が買ったのがこの縁結びって書いてるねシナモンロールのね、この島根限定の靴下なんだけど、これはパセにあげるようでこれは買いました。もう一個はもう私その時にすでに買った使っちゃったからあれなんだけど、お揃いで買いました。縁結び、そう縁結びって書いてたから、あの縁が切れないようにパセットの縁が切れないようにと思って買いました。なんか他にもねあったんですけど、そう縁結びパセもね今キティちゃんにハマってるんだけど、キティちゃんにハマる前はシナモン推しだったから、そうやってみた、買ってみた縁結び、島根県でお土産を買いました。チュラさん結婚してありがとうそうご当地のグッズ私本当に弱いんだよね、ああいうのシナモンと島根県可愛いよね、ピンクと水色。そろそろ配信、え待ってよ、え10時じゃん、え10時、え10時、田舎のおじさんレインボースター、たかしさんポップコーンありがとう、やばいやばいじゃん。ばちゃんはかなり寂しい、そうだ絶対に嘘、え21時33分あ本当、あびっ、えなんかね私のねあの時計さ半分隠れてるんですよ、あの上半分が、上半分が隠れてるから、その3か33の3あの下しか見えてないの、だから9時55分だと思って、むち早いって思ったらめっちゃびっくりした、焦った、半分隠れてるの、花あの生誕祭の花束のなんか花束の周りのあのなんていうのコットンじゃなくてなんかのあれでちょうど上半分が隠れとって、3の下部分のこれしか見えんかったから 5と5だと思って、あびっくりした、焦った、全然9時34分だった。池谷さん推ししか勝たん、ありがとう、めっちゃ焦った、早いなと思った、そうあそう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  I love you そうなってる。そういえば今日稽古の合間パセ東京で今稽古してるんですけど、私がアウトレットにいる時にあの電話かかってきたんですよ、だから今休憩中でスーパー行きよるみたいに言われて、行ってらっしゃいって話して終わった、で一回切ったよ、だからまた電話かかってきて今から稽古場に帰るみたいに言われて、で喋っとったら稽古場ついてもなんかあの繋がっとって、なんかミュートにしてって言われたからミュートにしとったよ、で私もそれを普通に買い物しとったら、舞台の出演者さんとかにあのめちゃくちゃ多分で電話してるのみたいに言われとって、なんかあ繋いでますみたいな話言っとって、休憩中やったんかな、ねえあのだから横にいたエレタンさんがそうお話ししてくださって可愛かったです、いいなエレタンさん、エレタンさんと電話したんですけど電波が信じられないぐらい悪すぎてもう涙出ました、なんか全然エレタンさんの声が聞こえなくて、でそのパセにミュートしてって言われてたから、あの
ミュートしてたから喋ってなかったんですよ。ねえ、私は全然一回その歌唱力の時にね、お写真を終わった後に感想をちょっと伝えたくて、お話して写真撮ってもらったんですけど、ソラはもうそれから2回目だったんですよ。でもエータンさん忘れられてるだろうなみたいな、そんなもう2分ぐらい、1分か2分ぐらいだったし、そんな一緒にいっぱいいたわけじゃないから忘れられてるだろうなと思って、なあとか、なんか頑張ってくださいでジェスチャーしとってさ、終わった後に私にエレタンさんに忘れられてたかもしれんわみたいな、わらわらって言ったら、つながってソラハの顔見た瞬間、お久しぶりですって言っとたよって言われて、えー、みたいな、そう聞こえなくて、全部全然本当にガチで電波が悪すぎて何も聞こえなかったんですよ。お久しぶりですって言っててくださってたっぽくて、えー、みたいな、覚えてくださってるって思ってめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかあと演出家さんの方とちょっとなんか実際には会ったことないんですけど、私のことを知ってくださっていて、なんか話しました。演出家さんなのかな、あれ、なんか話、なんかちょっとお辞儀みたいなしました。そう、エレタンさん、いや知り合いっていうか、歌唱力ナンバーワン決定戦の時に応援席で応援ゲストとして見させていただいてた時に、エレタンさんの歌声で涙が止まらんくなったんですよ。でそれを直接伝えたくて、終演後にお写真撮りたいですって言ってお話しして、 X もインスタグラムももうその時にちょっとそこからフォローして、相互フォローなんですけれども、そうエレタンさんとなんか全然会話はできてないです。本当に電波悪すぎたし、ミュートにしてって言われたからミュートしてたから、私の声は多分届いてないんですけど、多分オタクみたいな反応してましたもう超ニヤニヤして、パセのおかげでエレタンさんの声が聞こえて、笑顔すごいね、見えました、エレタンさんの。そう覚えてくださってたんです。幸せでしすぎたよね、さすがに。また聞きたい、エレタンさんの歌声。キングさんハートありがとう。そうなの、いやお話し会、いやお話し会の電波悪い時ってこういう気持ちなのかってなったよ。電波悪い時全然声聞こえんくて、でプラス自分も喋っちゃダメだからなんか難しかったんだけど、わかんないんだよな、みたいな。もう可愛かったです。ちかちゃん、くもの風船、キングさんハートありがとう。そう嬉しい、またエレタンさん、だからさ、あれ行きたいんだよね、私もうリオツンにはねもうずっと言ってるんだけど、歌唱力のファイナリストライブ行けるのであれば、全然マジで自費で全然行くんで、チケットとかも払うんで行きたい。結構前向きに行きたすぎてやばい。来年なのかな、行きたいんだよね。豆太郎さん、ポップコーンありがとう。トリーさん、ポップコーン。斉藤さん、愛してる、ありがとう。そう、山奥だからなのかな、アウトレットってちょっと山なんですよ、山に囲まれてるんですけど、だからなのかな、ちょっと電波が悪くて悲しかった、うえーってなった。こんばんは。でも覚えてくださっていることが幸せすぎました。またいつかお会いできるように頑張るぞ。ニョッキンミルンさん、クマの風船ありがとう。猫かぶってますとか言われとったやん、パセに。いや猫かぶっとるんじゃないよ、向こうの方はさ、パセはイヤホンとかしとるわけじゃないけんさ、私の声が、私が喋ったらもうもろでその会場にいる方に、会場とかその稽古場にいる方にもう私の声もバレるし、電話しとるのもバレるしだし、ミュートにしろって言われてたから、そのミュートにしてかな、ミュートしてほしいみたいな聞いてたから、ミュートしてたから、
そう猫かぶってるって言われたんですけど、猫かぶってるじゃないよと思って、でもそれもツッコミをさ言えたらさ、ミュート外してさ喋ったらさ、他のその演出家さんとか出演者さんに聞かえるしさ、やパセもねなんかもうやか変な人と関わっとるみたいな思われてもあれだから何も言えなかった。猫かぶってないわ猫かぶってないわ。休憩中に電話をかけてくれて、まさかのあの稽古場まで繋いでくれると思わなくてびっくりした。まさかのまさこ。休憩中でも多分ね、あのなんていうの、稽古してた方とかも、あの稽古とか自主練してた方もきっといると思う。りゅうちゃんありがとう。ポップコーン。そう今日は、あ昨日の夜もバスと電話できて、今日も夕方ぐらいになんだっけ電話もできた。そうパセットね、まいちゃんのね舞台行きたかったんですけど、むずくて13からなんですよね、多分14が花だれ公演があって、で16に歯医者さんイベントがあるので、その次の日行こっかなと思ったんだけど、ちょっとその先のちょっと仕事の関係上行けなくって行けないってなった。そうオパもね、舞ちゃんもね全く同じ日程なの。伊豆ちゃんポップコーンありがとう、まあ、お仕事がねギュって固まってたら多分行けたんだけど、なんかこう合間合間って感じでめちゃむずくて、舞台見たらちょっとなんかむずそうってなって、そう本当はねもうねパセの誕生日のためだけに、本当はそのお仕事の関係とかなかったらその兵庫県での歯のイベントが終わった後に東京行って泊まって次の日舞ちゃんとパセの舞台見て17で帰ろうと思ってたんだけど、それがちょっとむずそうで、お仕事が次の日が早いみたいな感じで、だからそう舞台見たら多分終電とかで帰れんくなる時間やしで、そう行けなくなっちゃった。そうパセがお誕生日お祝い来てほしいって言われて、そう飛行機とかその兵庫県でイベントだからそっからの新幹線とか飛行機とかめっちゃ調べてお祝い当日にしたいなって思って調べたんだけど、そうむずそうでした。だからパセの誕生日お祝いは先になってしまう。今月末にそうお仕事がねちょ10日間あるって言われてたんだけど、1週間ぐらいに短くなったから、ちょっときっと何もないはずだから、お祝いその時に遅れてだけどしようかな。誕生日当日に。そうなのよ。でもあれ、でもあれもだよ、私ゾロ目、ゾロ目日1月1日2月2日3月3日みたいな感じ、ゾロ目日も今まで一緒にいたから11月11日も一緒にいれないし、プラスね誕生日も入れないしで申し訳ない。でもね
うちで今月末のね仕事が本当にねもうすごいんですよ。マジで頑張らないとやばい。そう資料みたいなの来たんですけど、イエーってなってよ、すげーってなってやれーってなって頑張るぞーってなってます。もう覚えることがたくさんなんですけど頑張る。そうまだ解禁されてないのです。もう一度もマジで一生されないは嘘、一生されないは嘘なんだけど、相当さっきなんだよね。そうお疲れ様って言ってもらうためなんですよ。でも本当にねめちゃくちゃすごいことすごいことっていうかすごいお仕事っていうかもう自分の中でうえーみたいな感じなので頑張りまーす。そうファンミで頑張れって言ってほしい。多分ファンミの時がほんまに心臓バクバクしてると思うから。ゆずちゃん入ってありがとう。新公演じゃないです。あのねマジでみんな想像できないから嘘でしょってなると思うから。そう空葉だけじゃないんだけど、あの他のメンバー何人かちょっと数人いるんですけど、それがめちゃくちゃ心強いけどめちゃ緊張する、やばいってなってるんですけど、でも本当にチャンスだと思って頑張ります。そうお話し会でそうお疲れ様ってそう言っていただきたいことです。パシちゃんハートありがとう。それではそろそろ配信終わります。たけどんさん熊のポップコーンありがとう。あそうだよ第15歳半中で、そう11月30日のオンラインお話し会は今回の第15歳半で終わっちゃうので2時間目3時間目4時間目待ってます。全然多分申し込みできるのでみんな待ってる。ぼっちになりたくないよ。大阪の看板出てました。サイン会ですか。サイン会は出とる気がする。え話し会、えお話し会ですか。え申し込んでみたありがとう、追加してくださったりとか申し込んでくれるの、にゃんだ楽しみ楽しみ、みんなと話せるの。えほんまやん、ええほんまやん、え4時間目完売になっとる、え嘘やん、えほんまやん、え4時間目完売になっとる、ええびっくり、ええなんか落選メール来たよとかのさ報告なかったからさ、え嬉しい、えびっくり、えありがとうございます。え落選メール届いてた方がじゃあいたってこと、え いらっしゃったってことですよね。えプラスみんながちゃんと申し込みあのしてくださった方が全員ちゃんとお手続きをしてくださったってことですよねこれ。嬉しい、えびっくり、今日一の声なんだけど。だってさ落選メール来たよとかさ報告なかったしさ、でプラスみんなイケメンなことしないでもらってよろしいイケメンなことしないでもらってよろしいですか。めっちゃびっくり、うれしい、私もう絶対完売することなくファーストアルバムも終わるんだなと思ってたから嬉しい、めっちゃびっくりしたみゃってみんな天才すぎる。あとそうだよね、 お手続きさちゃんとみんながさ完璧にしたってことよね。えらいんだけど嘘でしょ。パチパチもたくさん溢れてて嬉しい、ありがとうございます。
え、めっちゃびっくりしたんだけど。よし、え、嬉しい。ありがとう。ユジコンビ5倍になってた。いや、目じゃないよね、これ。え、びっくりした。え、もしさ、いや、そんなん、あかんね。言ったらダメだけど、もしさ、その今回めちゃくちゃ部数追加のメンバーがいるじゃないですか。5部、4時間目、4時間目5部みたいな。もし今回のその、ね、第15歳班でさ、全完売したら部数追加とかなるのかな。いや、ならんか。ギリギリすぎるもんね。だって今回が11月30日受付終了ってことは、1週間後にもしその第16再販があるとして、それで受付終了になっちゃうから、ないか。もし全完売になっても、嬉しい。え、めっちゃびっくりなんだけど。え、めっちゃびっくり。嘘でしょ、みんな。もう、得てよ、得てよ、かっこいいことしないで。めっちゃびっくり。え、この余韻で、なんか、一生過ごせそうなぐらいびっくりしてる。嬉しい、ありがとうございます。夢じゃなかったね。ありがとう。嬉しい。もう、本当に嬉しい。今多分体温50度ぐらいある。本当に嬉しい。タカさん、ポップコーンありがとう。え、めちゃくちゃに嬉しい。4時間目かと、嬉しい。直接久しぶりに話せる。広島港パセリさん、かっこいい、ありがとう。今回で兄さんを完売させれば次に追加される。いえ、どうだろう、わかんないけど、でも嬉しい。少しでもね、あの大阪追加しようかなとか思ってくださってる方がいたら、2時間目と3時間目は、でもね、そんなあと残り本当数枚とかじゃないと思うから、多分まだまだ全然、もう多分1人100枚申し込んだら多分全然、あの余裕で多分当選しちゃうぐらい多分残ってると思うので、2時間目と、なんだったっけ、オンラインお話し会はあの11月30日に3、4時間目、そして特設お話し会は12月8日に大阪であるんですけれども、そう、2時間目と3時間目、残り2時間目3時間目待ってます。びっくり、嬉しい。ありがとう、本当にありがとうございます。追加してた。ちょっと待って、コンスタントっていう意味がわからん、ちょっと待って。コンスタント、いつも変わらない様だって。ありがとう。いや、今日最大のサプライズ。マジでびっくりした。コンスタントに磨かなかった。仕方かの苦手なんですよ、日本語も苦手なんですけど、調べました。ありがとう。いや、本当に、めっちゃテンション高い。なんか緊張の気持ちめっちゃあったんだけど、なんかこの嬉しさ、もう嬉しさの気持ち大爆発って感じで、やばい。明日がより元気もりもりでできそう。斉藤さん、おめでとう、ありがとう、ありがとう。みんなオンラインお話し会も直接の大阪もお待ちしてます。そう、今日のと18時から第15再販の一時受付が始まってるんですけど、一時受付も二時受付も三時受付も1日しかなくて、今回はちょっと短めになってるので、もしかしたらね、ミラクルが起きて、なんか完売とか出ちゃうかもしれないので、もうびっくりポンって感じで、なのでみんな待ってます。
コウさんありがとう、レインボースター、そして明日はショーケースライブ、当選されてね会場に来てくださる皆様お待ちしてます、待ちしてる、ちょっと券があるっぽいのでよろしくお願いします。それでは壇上を読みます。13位としきさん、12位斉藤さん、11位ララバイさん、10位スーさん、9位イズちゃん、8位最新型ポンコツさん、7位田舎のおじさん、6位カイトさん、5位天然うなぎさん、4位たまたまさん、3位かまちゃん、2位たかさん、そして1位はアイキャスさん、ありがとうございます。配信見に来てくださった皆様ありがとうございました。チロさん結婚して、アンナちゃん愛してる、ありがとう。そう、第15歳半、そしてインスタグラムのストーリーリール動画、X の投稿などなどチェックしてください。あと今日自己紹介メール送ったので、みんなも自己紹介待ってますあの返信とかも待ってます。あと今日は、ソロファンクラブのムービーを投稿したので、あの可愛いハッシュタグで感想待ってます。エゴサ大好き、みんなの感想気になるからよろしくお願いします。それでは配信を終了します。今日は2回もちょっとお昼と夜に配信させていただいたんですけど、来てくださってありがとうございました。嬉しい乾杯、本当にえマジで嬉しいです、びっくり、ありがとうございます。ドゥームズデイもね頑張りましょう。で明日夜に配信しようと思うんですけど、本当に本当に遅い時間になると思うんですけど、でも語りたいので、そう起きれてる方は多分23時台から24時までみたいな感じになると思うんですけど、明日は夜遅めなんですけど来てくださると嬉しいです。ショーケースライブ楽しむぞ。タカさんハートありがとう。それでは配信を終了します。皆様来てくださってありがとうございました。3連休明けのお仕事疲れてると思うので早寝頑張ってください。空も早寝頑張るお風呂頑張るではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました